植物がすごいよね。ジュラシックパークじゃないんだから。鳥がねこんなとこに巣を作ってるんだけど、これ BLDT のねラインなんだけど、鳥の巣今いないのかな。ちっちゃい鳥がねいるんですよ、ここに。子育てしてんのかな、どうだろう。しかしもすごいね、この密集の仕方。お綺麗なバラが咲いてるな。
昔ちょっと付き合ってた年上の彼女がいて、その子の友達が出産したっていうんで、うちに遊びに行きました。そしたら聞いてた通り、生後2週間ぐらいの、ああ元気がいい女の子がいて、賑やかでした。泣くわわめくわ、やれおむつを替えなきゃいけない、哺乳瓶の消毒をしなきゃいけない、ミルクが熱すぎるから今度は冷まさなきゃいけない、もうドタバタを見て僕ら呆れてしまいました。二人での帰り道、彼女が僕にボソッと言いました。私は赤ちゃん卵で産みたい。なんかそんなこと言ってた芸能人もいるけれど、どうやら赤ん坊がえらく手のかかることに思えたようで、卵で産みたいって言い出したんですね。そしてその数日後、二人で映画を見に行きました。ペンギンが出ている映画で、産んだ卵を吹雪の中でペンギンがじっと温めてるんですよね。あれはやっぱりメスが温めてたのかな。でパートナーの方が餌を取りにどっかに行くんだけど、それをじっと待ってるんですね、吹雪の中で。なんか雪まみれ氷まみれになって、それを見た彼女が今度は一言、私は卵抱えて待ってる方は嫌だって。じゃあどうすんだよって聞く僕に、あんたが卵を温めてて、私は餌取りに行くから、なんて言ってケラケラ笑うんですね。俺だって卵を温めて待ってるのなんか嫌だよって言うと、あっさりと、じゃあ卵はやめよって言って、ほんの少し無言になったかと思うと、次に出てきた言葉ではもうすっかりと話題が変わってました。そんなことを思い出したけど、鳥たちは一生懸命卵を温めてるんですね。いつ孵化するんだろう。